どうもこんにちは、たくあんぼいでございます。本日は28日目、早速やっていきたいと思います。まずはこちらの化粧下地から塗っていきたいと思います。化粧下地はウーのフェイスカラークリエイターカバーを使っております。続いてですね、ノーセバム、ミネラルパウダーですね、使っていきたいと思います。コンシーラーですね。これはね、韓国のコスメでね、韓国で人気のやつですね。多分、韓流メイクには持ってこいという感じで紹介されてたので、ね、今回買ってみました。これは 1.25 っていうですね、この数字によって明るさが変わってきます。こんな感じですね。で、これがね、こういう感じになってるんですよ。だから、ちょんちょんちょんってつけていくんですよ。気になるところを、てんてんてん、ニキビ跡とかね、シミとかを、少しずつ消していきます。では、シェーディングとハイライトをつけていきたいと思います。ではアイシャドウ描いていきます。ケイトダブルラインキスパークハイライナー描いていきます。アイブロウ、アイブロウマスター。すいません、ちょっと髪の毛爆発してたんで帽子かぶっちゃいました。はい、本日こんな感じでございます。うん、眉毛がすごいな。眉毛しっかりしてますね。しっかり眉も、しっかり眉もいいんじゃないでしょうかね。男らしく見えますんでね。また明日も頑張りたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。また明日も見てくださいね。シェイシェイついてにこういうダンス、よいしょ。